あの裏切り者どもめ。やっぱり怒ってますよ、吉本さん。トト様。やっぱり先生はすごいな。先生の残していた書状の通りになっちゃったね。そうですよ、ちゃんと言うことを聞いていればこんなことにはならなかったんですよ。まったくじゃ。北条と武田の助力を得られない時は織田と争ってはならんか。となるともう今川さんどうしようもないですよね。武田もすでに今川は対等の相手とは考えていないかもしれません。その場合は助力を得ることは叶いません。その時は決して織田と争わぬように。大事なことなので2回言いましたよ。こうやって節斎ちゃんの教えを守っていれば今川家は存続できたのに、今回ももしかしてまたその意に反することになるんでしょうか。どうする吉本。トト様、それでも織田との戦いを続けるの？ここで引くわけにはいかぬ。わしはな、氏真、街道一の弓取りと恐れられるものじゃ。その街道もどんどん我々が侵略しているぞ、弓取り殿。ここまで苔にされて引き下がれるものか。織田も徳川も北条も武田も必ず見返してくれる。策はあるのかね。力任せに我々織田と戦っても勝ち目はないぞ。もうしょうがないな、トト様は。分かった。じゃあ氏真も戦うよ。氏真ちゃん来るんですか？やっと脱がせれるんですか？氏真。氏真はね、街道一の弓取りの後継ぎなのよ。だからきっと戦っても何とかなっちゃうよ。ポジティブですね。実際の氏真ですとね、まあ政治力は気持ちあるかな。あとは一応武術は習っているんで武勇はあるとは思うんですけれども、それ以外は微妙だと思いますよ。さて、遠江の国を統一した我々織田家、結局足利家の書状は無視してずっと戦いを続けている織田家と今川家、まあため息ついてますね。信長はまだ合戦をやめるわけにはいかないとのことです。この決着を棚上げにはできないと。久秀の言葉は正しかったようです。では次はどうするのだ。そうか、織田家にとっても飛躍する好機、それを思えば理解もできる。かくなる上は速やかに決着するのを願うしかないかな。そうですね、両家の争いに誘われて。そういえば実際の歴史ですと、こう放浪している義昭を織田家が救援して上洛して将軍に就かせるっていう段取りでしたが、今回はもう完全に足利家ってもう勢力取り戻してますもんね。異なる火種、ね、ほう、どういうことですか。はい、今は様子見を決め込んでいるようですが、そもそもどうして様子見を決め込んだのかと考えれば、いつ火がついてもおかしくはない火種があるんです。しかし
上洛って物入りなのね。なんだか合戦するより慌ただしくない？お、また新キャラですか？もしかして以前から上洛すると言っていた上杉とかじゃないんですか？そう思うなら貴様も少しは手伝え。お、かなりかなりかなりの巨乳ですよ前田圭司と直江兼続、見るに右が前田圭司でしょうかね。まあ主やり、やりやりというよりはなぎなただな。直江兼続、それパンツじゃないんですか？上洛を控えている。まだじゃあ越後は立っていないんですね。どうして私人の仕事取り上げるの好きじゃないわ。その顔、金やん好きで忙しくなってるでしょ。邪魔しないから頑張ってねそうだぞ、頑張れよ金やん。あんまり我慢強くないんですね、カネヤンは。しかし史実とは違って、あの愛の文字を掲げた兜は被っていないな。まああれはラブっていう意味の愛じゃなくて、まあ愛染明王の愛っていう意味かもしれないですしね。邪魔してるだろう。本当にその気がないならおとなしく部屋にこもってろ。退屈で死んじゃう。戦人ですからね、彼女は。だいたい何なんだお前は。すっかり居座ってのんきに無駄飯食らっていたずら三昧。少しは働け。人には得て不得てがあるもの。私はね、苦手なことはしないの。合戦なら役に立つ自信あるんだけど。戦以外にもすることはいくらでもある。そういうことなら道場に行って一人で木刀でも振ってろ。金継ぐ、そのくらいにしておけ。説教しているいとますら今は惜しいだろ。お、上杉謙信ちゃんですか。金継ぐ、刑事に付き合って時間を無駄にすれば。美しい。刑事も忙しい者の足をわざと止めるような真似はよせ。退屈なら私が話し相手になってやろう。なんか武田信玄よりかはこっちの方がなんか強そうな感じはしますよ。まあ直江兼続は完全に中間管理職のイメージがありますものね。影勝、兼続を手伝ってやってくれ。一人で働きすぎぬように見張りながら手を貸してやるんだ。お、上杉影勝もいるんですね。コクコクかなり物静か。そして頭に猿を乗っけているぞ。一応養子になるんですね。へえ。どうする刑事、そなたも上洛に同行するか。堅苦しいのは苦手なんだけど。それに越後を空にするわけじゃないんでしょ。武田だっていつまでおとなしくしてるかわからないし、北条だって。まあそんなこと言ってるから上杉家は越後からなかなか出れずにいたんですよ。では今回は刑事ちゃんはお留守番ですか。まあさすがに上洛してきても織田家とかその辺と争うことにはならないとは思いますが。どうかな。私はこたびの上洛、越後を空にしても不安はないと思っている。武田も北条もしばらくはこちらにちょっかいを出してこないだろうとな。まあむしろ狙っているのは我々織田家ですからね。え、そうなの？どうして？
謙信様は武田と北条が今見ているのは水原近徳なる方角だと考えておられるんですよ。あんたは男なんだな。てか水原ってそんなに失礼だけれども有名な武将ではないですよね。一応信長の野望とかで知ってはいますが。そういうことだ。あの者たちは今美濃や尾張駿河といった方を向いている。背を向けたままこちらに向かってくることはあるまい。なかなか渋いな。なるほどね。でもそういうことなら豪気じゃないの。こっちから攻めちゃえばいいのに。とはいえ将軍家からのね、そのかねてから上洛するっていう目的を果たさないわけにはいかないですしね。それは無用な争いだ。義明様が将軍になられて間もない。それに義明様は争いを好まれない方だと聞く。お心を不要に騒がせることはないだろう。足利家に従順なんですね、上杉家は。役目を与えられれば座して眺めているつもりはないがな。のんびりしていられる時にはのんびりしていられるうちにすべきことをするべきでしょう。例えば強肩仏とかね。あ、いいねそれあんたいいやつだな。なるほどね。そういうことなら一緒に行っちゃおうかな。いや、いいんじゃないですか、みんなで京都観光。私もね、何度も京都には行っていますから、大抵の名所は回っていますよ。しかし今川家、結局もう駿河一国になってますものね。結局とどめは刺していくんでしょうかね。ほう、そしてそのことに気づいているものは織田家にも存在していた。信長様、節妻殿を連れてまいりました。なるほど、節妻ちゃんはそこまで見通しているということか、うん、はい。で、さて、俺は節妻殿を伴って軍議の間に入った。いや、節妻ちゃん出していいんですかね今そこまで武力はないですからね。まさかね、こう尺状を持って変なね、あの衝撃波出してみんなぶっ飛ばして逃げるみたいなことはないとは思いますが、しかし改めて見ると節妻ちゃん可愛いな胸の大きさがねちょうどいい大きすぎるのは嫌ですし、あのまな板も嫌ですし、いや北条家みたいなのはねちょっとね好みじゃないまあそんな話は ともかくやっていきましょう。信長と話をしたいなら牢でもいいとは思うんですが、わざわざみんなを集める必要はあるんでしょうかね。え、千歳殿が織田に振ることを決意した。お、これはどういうことだ。どうしたんですか、皆さんお揃いで。それはこっちのセリフですよ。あれ、違うんですね。あれ、千歳殿、いよいよ織田に下るって決めたわけじゃないの。そういうことなら歓迎しないとってことで集められたんだと思ってたんだけど。いや、みんなもっと言おう、もっと言って、もうこれは振らざるを得ない雰囲気を作っていきましょうよそれは申し訳ありませんが、皆さんのご期待を裏切ってしまうことになると思います。なんだと。ほら、だから言ったじゃん、絶対違うって。制裁殿が今織田に下るなんて。黒田勘兵衛ちゃんね、あの PS4 版の戦国姫5だと、あのいわゆるメインキャラみたいなトップに来ているんですが、あんまり活躍ないですよね。君たちは 何を賭けの対象にしていたのかな。私よりもスペックの高い軍師ですよ。真ん中の猿じみたのが羽柴秀吉殿で、白っぽい方は竹中半兵衛殿、黒っぽい方が黒田官兵衛殿です。わかりやすいな、さすが私。そんな紹介の仕方があるかいやいやいや、その通りでしょばいいのに。大
待遇悪くないと思うけどな。せっさいちゃん、この子は気にしないでくれ。そういう格好なんで。あちらは元海賊です。そうですただこう遊びに来ただけじゃないですよ。なるほど、クキヨシタカどもでしたか。ずいぶんと賑やかになってますね、信長殿。織田家はすっかり見違えたようです。まあ切磋琢磨なき今川家はずいぶん見劣りしてる気はしますよ。どんな状況でも達観してますね、さすが切磋。正直に言えば運にも恵まれた。だが言い換えれば今織田は運すら味方につけて勢いがあるとも言える。だからこそこうして信行を取り戻すこともできた。切磋殿、明るいところでお顔を拝見するのは久しぶりです。私は切磋殿をまた牢に戻したくはないんですけど。じゃあ一緒に住もうよそうですね、私もできれば牢に戻りたくはないと思ってます。牢に戻りたくないならもう下るしかないですよ。何？しかしさっき下るつもりはないと言っていたではないか。少なくとも今はその時ではないと考えているからです。その上で信長殿に面会を求めたのは信長殿のお力になれるからと考えたからであることは確かですが、まあ、下るのではなく別の意味で助けるんですか。せっかく集まっていただいたのですから皆さんにもお話を聞いてほしいと思います。構わないでしょうか信長殿。今川と織田を取り巻く状況については信行殿や総務殿からたびたび話を聞いて把握しています。端的に言って今川はすでに織田に敗れていると言っていいと思います。まあその通りですよ。もうあと一刻ですからね、今川家は。切磋殿が織田の勝利を保証してくれるとは嬉しいではないか。にもかかわらずまだ勝馬に乗ろうとせぬのはなぜだ。なるほど、勝馬に乗れるなら下るっていう、まあ、方向になるんでしょうかね。理由は2つあります。1つ、負けるであろう馬を救いたい。2つ、勝つであろう馬をも救いたい。なるほど、今川も助けたいと。なるほど、そなたはすでにこの織田と今川の争いが終わって後のことを考えているのだな。信長殿、どうか私を今川に使者として使わせていただきたい。何？それで向こうに下るっていうのは違いますよ。そういう意味の下るじゃないですよ。あ、年いたんだ。待て、そなたは人質だろう。しかも手強い軍師、なぜ今川に返さねばならぬのだ。まあ待て年家、切磋どのほどの方が考えなしにそのようなことを言うはずはあるまい。今はおとなしく話を聞こうではないか。バーコードの言う通りだぞ、犬千代。あ、分かっているんですか。いや、俺自身分からないですよさてどうしたものかな。吉本にも苦しめられたが、そなたにも随分苦しめられた。今川に戻しては吉本が息を吹き返さないとは限らぬだろう。逆にこう今川に戻して、まあ、それを条件に不可侵条約を結ぶ。いや違うな、それはそれで武田や北条が逆に今川を攻めるっていう形になりますもんね。信長様、その心配は無用かと思います。あ、そうなの？どんな、ね、話をしたのか、その辺イベントでやってほしかったですよ。切磋殿は織田と今川がこれ以上争うことは双方にとって得がないと考えておいでなのです。むしろ両家が争うほどにより大きな脅威を招くことになる。切磋殿がいようといまいと今のままでは吉本殿は戦をやめないでしょう。
戦を続ければ双方ともが疲弊する。この様子をずっと眺めている者たちがいます。武田と北条です。なるほどな。信玄と総羽、キャツらがそろそろ腰を上げるか。今川を助けようとしなかった者たちが織田と今川双方に向けて牙を抜く。なるほど、そのために我々とあの今川が手を組んで北条や武田とまあ戦うみたいな形ですか。セサイ殿はもちろん今川を救いたい、そして我が織田も救いたいと考えておられる。そのための使者として義元殿の元を訪れようと考えておられるのでしょう。ああ正解ですか、ありがとうございます。じゃあセサイちゃん使う機会ないじゃないですか。どうか私を駿河まで行かせてください。必ずや吉本様、織田に進化の霊、織田に進化の霊を取らせてご覧に入れます。つまり節斎ちゃんだけじゃなくて吉本や氏真ちゃんたちも使えるんですか。我が手で打つ覚悟です。節斎殿本気、吉本殿を打っても意味なんて。いや本気で打つ気はないでしょう。それほどの覚悟で説得するっていう意味じゃないんですか。ないんですか。吉本様が亡くなれば家督は氏真様が継ぐ。氏真様には織田と争うなと遺言し、私もその場で果てましょう。さすれば必ず和議はなります。たとえ形が変わっても今川家が残ればそれでいい。それさえ叶えば我が命などいつでも捨てるつもりです。吉本というよりは今川家存続のためですか。それほどの覚悟か。よかろう節斎、駿河に行け。行ってそなたの弟子を説き伏せ、見事織田に下らせてみよう。いやいやですよ、後々力をつけた後なんかこう謀反するとかないでしょうね。駿河までの道中は家康に警護させよう。相馬、節斎と共に行け。あ、いいんですか。そなたの役目は節斎殿を守ることだ。よいな。わかりました、生涯守りましょう。は、必ずや。さてじゃあ今回はこの辺にしましょう。さてなかなかまた盛り上がってきましたが、次節斎殿、まあ、きちんと今川家を、まあ、我々織田家の軍門に下らせることはできるのでしょうか。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。若殿でした。